はい、皆さんおはようございます。まだね、私今日1位でございます。まだね、まだ1位でございます。今日はね、とりあえず1プレイして、まあそこそこの点数出すんと、ビンゴの続きをねやっていきたいと思います。にゃん。まあ普通にプレイするわな。いつ2億いくかわからんからな。ということは、はい、やり直し。いつ2億いくかわからんからな。お兄さん、ズボン締めてから出てこるわ。映っとった？映ってはないけど、普通ズボン締めてから出てくるよね、トイレから。はぁ、それさ、ズボン脱ぎながらトイレに行く心と一緒で。いやね、やる気はあるのよ。やる気はあるの。ほら、やっと指が慣れてきとう感じ。はい、さて、秒数はですね、残り66秒でございます。で、今現在5300万点でございます。さて、どうなるのでしょう。疲れてきたよ、手が。ちょっと休憩、つむつむ休憩の休憩。疲れた。はい、ちょうど30分でカメラが切れるから一回切ります。はい、1時間やってますよ。1時間、調子いいね。調子よくないわ。うわ、終わった。終わったよ。はい、延長聞かれました。よかったです。はい、10秒延長やっていきましょう。はい、やっとかよ。やっとかよ。どんだけかかん。10秒で終わるからな、私の10秒延長は。もう終わった。ほら、10秒で終わったやないか。これは記録出んかったんじゃないかな。いってないわ。残念。1億6600でした。コインが5万4000返ってきました。よし、ビンゴやっていこう。長いな。長い。今ので1本？両方で1本？両方で1本。マジ？すごいな。いや、ビンゴをとりあえず3個ぐらいやっとこう。ハートが出るスキルを使ってマジカルボムを合計270個消そうが、もうすぐ。ハートが出るスキル。あ、ミニーちゃんやな。あれやね。ミニーを使ってやったから、これ合計のマジカルボムの分が163出てるんやわ。だからミニーちゃんを使ってやってみよう、とりあえず。まあアイテム全部使うけどね。そのためにシンデレラでコイン貯めたようなもんやからな。マジカルボムって言ったよな。だから爆弾を多く作った方がいいと。終わっちゃったよ。いや、今のでいったはずやけどな。結構消せたぞ。さて、何個消してる。ビンゴなるか。ビンゴ開かない。開かないね。あと何個やろ。あと60個ぐらいやから、1プレイで終わるな。いけてない。くっそー、腹立つなー。あと18個。これアイテムなしでいこう。うん、あと8個。やっといった。1個開くのにどんだけかかるんだ。キャットハット、あ、持ってるわ。持ってる。ほい、あと次でビンゴです。帽子をかぶったツムを使って1プレイでマジカルボムを30個消そう。1プレイでマジカルボムを30個消そう。あ、キャットハット見に行って帽子をかぶったツムになるの。まあキャットハット言うとるぐらいやもんな。1プレイでマジカルボムを30個消そうやから、よし、これラストにします。もう1時半やからね。何時間すんねん、つむつむ。いけたかな、30個。
はい、ハート8個ゲット。疲れた。はい、というわけでお疲れ様でした。ビンゴね、引き続きやっていきたいと思います。2、4、6、8、10、11個空いた今。これは順調にいけそう。この問題はプリンセスのツムを使って謎って40チェーン以上出そうが厳しいと思う。エルサがいないから。